の皆様こんにちは、春日部市長岩谷和弘でございます。今日はですね、この神輿がちょうど出るところに来させていただきましてありがとうございます。そして素晴らしい櫓が組んでですね、今日も盛大に行われるんだろうかと、また昨日もやって今日ということで、だいぶスタッフの方お疲れかと思いますけれども、まあ、ぜひですね、こちらはもっと盛大なお祭りでございますので楽しんでいただきたいなと思います。今日一日皆さんにとってですね、素晴らしい記憶に残る一日、そして笑顔輝く一日になりますことをご記念して挨拶をさせていただきます。今日はおめでとうございます。お願いします。